決断と、おばちゃん。日々の生活の中で決断力には限界があると言われている。決断力を何に使うかは人それぞれで、スポーツや芸能、仕事、生活、趣味、家庭、など、たくさんある中から選んで決断している。一旦決めたら、何が何でも実行あるのみ、すべての人に当てはまる。日々の決断力は変化するため、昨日まであんなに思っていたことも、今日はリセットしてしまうこともあるし、かなり長く続くこともある。人間は仙人になれない。不可能だ。多くの人が関わっているので、たった一人では生存できない。たとえ何十年山奥で暮らしても、あらゆる人々が関係している。多くの人が関わっているから、その思いが決断力となり、逆に決断力が鈍る時もある。自分で自分を褒めた。よくもここまでやったな。生きていてよかった。と、そして、明日からも、いや、今日、今、生きているなら、その決断は他人のものでなく、自分のものである。自分で決めているからこそ、決断力、と言える。多くの人が関わっているにもかかわらず、最後に決めているのは自分自身だ。これに卓越しているのが、おばちゃんである。地球はおばちゃんでできている。おばちゃんたちがいなければ、男は死に絶えるが、次世代のおばちゃんを、迎え入れるために、男は生かされて肉体を維持している。男の決断力は、おばちゃんたちがあって、行動しているため、時には世界を揺るがすほどの、芸術や言動、仕事や異業、を成し遂げているかのように見える。女性は、ティーン時代から、すでにおばちゃんと化し始め、男の決断力を強め始める。